新しく公開された再下公式イラストである事実に気づいてしまった人たちに対するみんなの反応。チームウマ娘代表シリウス。バハムートのキービジュアルに続き、第2弾として様々なタイトルのキャラクターが一堂に会した書き下ろしの集合イラストを公開。行きたいけど東京は遠いなぁ。北海道、東北、東京、名古屋、大阪、福岡、沖縄でやってほしい。ライスオルー、てかチームシリウス。シェフちゃんいるので最高によし。ウマ娘がチームシリウスのメインストキャラでかなりよし。チームシリウスだー、こういうのに落ち気あんまり採用されないからめっちゃ嬉しい。ところでゴルシちゃんは？サポカと一緒でチームシリウスなのに、ゴルシちゃん不在。オグリキャップもおらんやん。まあ奴は OG ではあるが。誰か一人足りませんねー。シリウスメンツかあれ？誰か足りなくない？メインストーリーの主役だったかどうかじゃない？マックライスチケナリブスズカスペ全員いるじゃんと思ったけど、そうかゴルシか、あいつ実はチーム入ってなくて、勝手につきまとってるだけ説あるな。こういう集まりでシリウス出張るの珍しいな、基本スペスズカ帝をアルファ野郎に。菱山姉さん珍しい表情だと思ったら、別人やんけ。菱山姉さんだと思ったら、菱山姉さんじゃなかった。ファンには申し訳ないが、並び順のせいで菱山さんに見えてしまう。ナリブが横にいるのも紛らわしいんよ。ネフティムが一瞬菱山さんに見えた、いや言うほど似てないんだけど、ブライアンの手前にいるから。この衣装で実装してもええんやで。ブライアンのすぐ下のせいで、褐色の子が菱山姉さんに見えた。褐色青髪で似すぎだししゃあない。剣単価率がやたら高い区画がありますね。出遅れ。この集合へ、レーススタート直前のゲートで立ち上がったな。さては。再ゲームステンを祝うため、ゴールドシップが立ち上がった。実はゴルシはシリウスのサポカ使えるから、シリウスじゃない説。鬼ゴルシちゃんモードかな？チームシリウスなのにゴルシがいない。ゴルシちゃん主人公やってないからね。メインストーリーもらってないからね。あと2部ではシリウスから脱退する伏線かもしれんし。ゴルシに動きがある？まさか？あいつが？ウマ娘からゴルシがいなくて、シャドバからなぜかアルザードがいるの不思議やな。ほんまやなんでアルザードさん？いや良キャラだけどさ。暗黒編ののキーキャラだけど、レビウェル組が再登場する伏線なんかね。おそらく3周年でゴルシ主役で、12年組をやる伏線だと。なんやかんやシャのメインはエルフの女なんだな。やっぱりブライアンちゃんは主役なんだ。ブライアンおっぱいでっか。腕組んでるのかと思ったら、おっぱいだった。ブライアンの足なくない？他のみんなは足見えるけれど、ないから幽霊みたいになってる。グッズのクリアファイルだと全体図見れるから、ブライアンのむっちり大足を拝めるよ。鈴鹿が最高峰か、厳しいレースになりそうだな。鈴鹿さんが先頭じゃないから切れてそう。一度フライングしちゃったから、仕切り直しで外枠にされたんでしょ。多分太陽に透かすとゴルシが見えるんだろう適当。レモン汁で書かれてるのかもね適当。ロイヤル3姉妹の入れ墨みたいに、3枚重ねたら見えるんじゃね？適当。グッズの裏地とかにいるパティン。多分裏表紙とか見えないところに。ゴルシ後ろのバハムートの頭に乗ってても、違和感なさそう。実はこの絵は全体のほんの一部分で、白手袋したゴルシの手の上部分が見えているだけなんだ。実はみんな、女神ゴルーシアの手のひらの上に乗ってるんだよ。いや、ゴルシちゃんなら見切れてる左側で、ファイティングポーズ撮ってるだろう。アート展のグッズにいるスペちゃん、ゆるすぎて笑った。とか口とかかな？と思って見に行ったら、想像の10倍くらいゆるくて笑った。これじゃあスペシャルウィークだよ。再下展のこのイラストのグッズ好きすぎるのに、ポストカードしかないのは悲しい。再下のアート展グッズ、集合イラストも大変素晴らしいが、ポストカードとステッカーのどの作品のイラストも、めちゃくちゃに可愛い、買うしかない。スペシャルウィークナポレオン、馬だから？再下展のグッズ見ると、やっぱりあっちの世界のナポレオンは馬娘なんやなって。ジャック・ルイ・ダビッド、サン・ベルナール峠を越えるボナパルト。
ナポレオンナスペちゃん、可愛すぎるのでは？9月から始まるサイゲームスのアート展は、個人的に興味がありますね。グラブルからサイゲの各作品を遊び、始めましたが、神バハを原点に各作品に派生してシナジーが発生し、独自の世界観を構築してるのがとても良いですね。馬からはシリウス組ね。ところでメインストーリーの更新いつになるんですかね？ 2.5 でさすがになんかあるだろ、あるよね？さすがに白馬で情報が出るでしょ、だいぶ前から騒がれてるし、逆にそこでも来なかったらもう、追加されないと考えて良いとすら思う。ないない、メインストーリー更新2年単位かかることはソシャゲじゃよくある。せめてスケジュールとか出せないもんかね。グラブルのメインストーリーが最近更新されたけど、前回更新なんか全然覚えてねえくらい昔だったぞ。ゴルシちゃん大きすぎて、画面に収まってないんだよ。次のメインでチーム変わっても、しれっといそうなゴルシ。サイゲスターシステムのせいで、ちょくちょくこいつメインはどこのキャラだっけ？みたいなのがいるから困るモニカさんとか。ゴルシはこれらのゲームをプレイする側にいる説。戦闘の3人、ほんとサイゲゲームの顔って感じだな。シャドバ代表は、ドラゴンおじさんじゃないのか。唐突なアルザードさん好きだけど笑っちゃう、メインストーリーで活躍したキャラといえばそうなんだけど。新規 IP で、こんなに代表作あるのってすげえな。ゴルシちゃんはデビューしてないから、認知されてないんだ。今回のイラストはどのコンテンツも人数多いな。シリウスの制裁が謎ポーズしてて草。チケゾーの場違い感って思ったけど、シリウスか。ワーフリー位置にいるな、でもなぜネフゲム？って思ってたら、なんか騎士アマゾンと間違えまくられてて草。これ撮ってるのがゴルシ説。ゴルシって実は実在してないのだろうか。何するかわからないので、ゴルシちゃんには連絡しないでイラスト化してます。こしゃれたイラストだとどう扱えばいいんかわからん。まあゴルシって馬娘でも不遇な方だしね、ろくに出番ないのにあの人気はすげえよ。不遇っていうか激悪すぎんねん、出したら出したで馬ネストや。ゴルシはなんならいないのがネタ枠、みたいなところあるよな。ゴルシはこのメンツを迎え撃つ役。左下あたりに敵キャラがいて、その中にいるんじゃない？バカチューブで切れながら、ゴルシちゃんを追加する回が来たら嬉しい。なんで私がいないんだよ、ってバカチューブでネタにしたりして。前にアプリのスタート画面の集合絵にも追加ネタやったし、やりそうや。そしてこの画像のキャラ全員が、いろんなポーズしたゴルシに置き換えられる。どうしよう、盛大な前振りに思えてきた。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。